忘れてた、ちょっと待ってね、イヤリングするの忘れてたよよ。なんか前髪が薄くなっちゃった。こんばんは。こんばんは。こんばんぴよ。皆さんこんばんぴよです。やあやあやあ、ちょっとなんか部屋が暗かったかも。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ほいツイートしてテロップ書くよ。名前を読んでいくよ。はよおくさん、だいちさん、ゼロさん、瀬戸きょたろさん、ザキーさん、ダーナナさん、まおるさん、まっとうさん、ゆうじさん、ひろきさん、ひろのりさん、いるさん、そらさん、はよおくさん、やまだおいさん、みきさん、おじゃまるさん、そらさん、まっとうさん、ひろしさん、たいこうさん、やがみゆきさん、ゆたゼロさん、けんじさん、かぶらさん、ひなさん、あら一緒、きよたかさん、こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃい。やめてない皆さんもいらっしゃい。ちょっとなんか暗かった。部屋が思った以上に暗かった。光ガンガンに当ててる感じになってるけど、まあ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 、そうオフショルが似合いすぎかった。これオフショルっていうのかな。オフショルってなんかここがないここがないやつのことをオフショルって言いそうだけど、これはただの肩出しです。さむきさん、クマありがとう。クマお花になってるの、肩のところがね。そうこれがお花になってるのが可愛くて一目惚れして購入しました。こちらの商品なかなかなくない、ここの肩出るところお花っていうの。そう STA っぽいし、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、嬉しい。着てる君が一番可愛い。服よりも嬉しい。こんなに可愛い服に買って嬉しいわ。水色可愛い。いつもピンクのイメージだから珍しい。そうピンクもあったんよ、これのピンクとなんか白もあったけど、なんかこう夏っぽい感じがして、水色の方が可愛いかもしれないと思ってこっちにした。そう水色似合う、嬉しい。 STU の衣装でしか水色は着ないから嬉しいな。あんまり私服で着ないから、そう白とかピンク選んじゃう。メールの破壊力がすごい、メールの破壊力。ちょっとじゃあ毎回あなたのスマホを破壊してるかもしれませんけど、すいませんね。そうこれねネットで買ったんですよ。そうからどこのだろう、ちょっと忘れちゃったな。あれが来た。彦星だっけ、あれ合ってるよね。彦星くまたわ、ありがとうです。くまありがとうパワーです。あれ私のペンあった、合ってる。あよかった、ゆうくん。ん？合ってた？ゆうくんだった今。おお。おお。合ってた合ってた。よいしょ。ひこばし。もうちょっとで七夕だよね。みんなは何を願うんでしょう。ひこばしとか書くの難しいから流れ星か。
難易度の高いイラストを描けない人です。OK、はい、ゆうくん、ひこぼしくまちゃん、とわー、ありがとう。ひこぼしかけんくてごめんね。願い事ならひとつ、ひなちゃんに会いたい、嬉しい、会いましょう。みんな織姫と彦星も会ってるんだから。ということで、ちょっともう明け渡しちゃった、何も言わない、何も言わずに。これ大丈夫、住所映ってない、あ、よかった。はい、じゃーん、ある箱が届いたので、今日はこちらをね、開封の儀していきたいと思います。そう、大きい、大きいよ、開封の儀です。そう、何が入ってると思いますか。何が出るかな。お洋服、さあどうでしょう。アマゾン、アマゾン、さあどうでしょう。セーターティー、さあなんでしょう。開けるよ。ちょっと待って、ひなは本当に不器用で、本当に開封の儀下手なのね。必要以上に段ボールを傷つける可能性が高いな。やばい、仲間のものまで傷つけそう。本当に開封の儀下手なんですよね。どうしたらうまくなる。こっちから行った方がいいのか。こう。ああ。ああ。ガガガってできん。あ、できた、できた。あー本当に無理。あ、いけるいける。あー、ちょっとここからは強引に行きますよ。いや、いけないかも。いや、いけないな、これ。ちょっとここ、あ、いけるいける。こっち開かなかった。もうちょっとここのテープを、よいしょ。いや、あ、あばばば、ああ、痛い痛い痛い。頼んでたんですよ、パパピオが。すごい、顔がくしゃくしゃで面白いことになってる。こんなことあるって顔してるけどね。顔、顔面崩れまくり女ですけど。どう、うちはパパなんでこんなものを頼んでるんだろう。うちのパパはなんでうちわを頼んでるんだろう。はい、本人はい、本人と写真、同一人物。今のはスクショですね。シールもついてきた。うちのパパはなんでこんなものを頼んでるんだろう、本当に。はい、本人、こういうポーズしてる。お願いみたいなポーズしてる。全身もある。そして、あ、これは違う、残念少女衣装の岩田ひなちゃんです。こんな感じ。かわいいね、これ。これすごい好きな色合いです。衣装がピンクいからすごいなんか合っててかわいい。あ、あと一個あった。岩田ひな、岩田ひなです。これはちょっと恥ずかしいからつけれないね、ひなは。うちのパパピオが頼んだものでした。す
すべてパパピオが勝手に頼んだものです。すごい。本当にこれ絶対使わないでしょ。ね。シールもあるし。顔がくしゃくしゃ。そう。クッションも開けてみた方がいいかな。開封。あかんな。ハサミじゃないのかなこれ。あかんねー。全然あかんねんこれ。あ、開いた。握力15が頑張っております。開くのでしょうか。開いた。あらわれた。でもまだ顔がくしゃくしゃなんだけどこれ。顔がくしゃくしゃだ。伸びろ伸びろ。ハンドパワー。こっちか。伸ばし中です。あ、ちょっとまだくしゃくしゃ。出てきたよクッション。やってきたクッションの登場。あ、お手たんだ佐賀寺グループイコール木貝さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。シワシワだったね。思ってた以上にシワシワだったねこれね。うん。あ、内緒さんもクマありがとう。クマ。そう。これはすべてパパが自腹で購入したものです。ゴゴリバーですね。本当はアクリルスタンドが欲しかったけど売り切れてたってって。ウケる。ママから来た LINE に書いて飾るのかな。推しのグッズが集まってる感じがする。クリルスタンドは人気だったみたいですね。誰か買えたかな。買った人はクリルスタンド。おやすみ。買えたよって。おおめでとうございます。売り切れてたって。あ、売り切れてたんだ。クリルスタンドは買えなかった。あら、クリルスタンドは買えなかった。え、みんな買えないの。え、買えなかった多い。売り切れてたが多い。クリルスタンドが一番人気なんですね。でもひなもめっちゃわかるその気持ち。あ、安成さん、クマありがとう。クマ買えなくて凹んでる。じゃあちょっと複数、早めに複数注文した方はね、何かひなちゃんの分やつ持ってないやつと交換してあげてください。そう。誰が買い占めた。誰が買い占めたんかな。ひなちゃん真っ先になくなってた。それは嬉しい。確かにね、運営さんにねちょっとまとめてもう一回販売してくださいって言おうか。リオさん、クマありがとう。クマ STU 広島講座もクマありがとう。買ったのは1個。あら、じゃあ誰かに渡せないね。はじめまして、ありがとう、見に来てくれて。そう、ひなもすごい分かるんですよ最近ね。
あの鬼滅にハマってからすごい胡蝶しのぶさんが好きすぎて、めっちゃアニメートとかジャンプショップとかに行ってグッズがあったら買うんですよ。しのぶさんクマありがとう。クマ、アキートさんもクマありがとう。クマ2つありがとう。クマ、そう買うんですよ、しのぶさんのグッズをね。そう、それですごいアクリルスタンドがすごい好きなんですよ。だからすごいみんなのアクリルスタンドが欲しいっていう気持ちがすごいわかる。ひなもめっちゃアクリルスタンド欲しい今。願ってる、こちゃんさんのアクリルスタンドが欲しいっていう気持ちでずっといる。ダンボールが見えてるのなんか汚い。よいしょ。そう、うん、立てれるからすごい嬉しいんですよ。うん、クリルサンドはね2つ3つしか持ってないかな。そう。うん、そう、21巻今日渋谷で買った。あら、ひなはん、いつ遊べだったんだっけ21巻。なんか時系列よく分かんなくなっちゃったけど、その出た日に買いました。あっ、アンシさん織姫ちゃんタワーありがとう。すごい、めっちゃいい感じにここに2人いる。めっちゃくっついているんだけど、ひなだけなのかなこれ。クマタワーありがとう。カキカキあった。今日は七夕だったかな。かわいい織姫タコがだと。織姫タワーかわいい、かわいいね、めっちゃいい、いい二人が揃うとかわいいですね、もっと。はい、大地さん織姫クマタワーありがとうです。止め、うん、そう、ん、織姫と彦星は密を置き、そうです、この二人は1年に1回しか会ってないからね。それにお空の上にはきっとなんかウイルスとかもいなさそうだし。勝手な考え。あれ、うんうんうん、それは嘘じゃない。あれ、あ、おばあちゃんあれだ、ひこぼしたわ。ありがとう、くま。ありがとうですよ。すごい。ひこぼしが二人になったから、織姫ちゃんがハーレム状態になってる。なんて言うんだろう。ハーレムじゃないか。逆ハーレム。かもしーたわー、ありがとわー。くま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 ー、しらばしらばしらばっていうのこれ。ウケる。でもかわいい、うん、うんうんうん、ややこしいことになった。こんな実際起きたら嫌だけど、ショールーム上だったらいいですね別に。勝田さん、クマありがとう。クマ
修羅場とかなんか会ったことないな。ね、今修羅場に遭遇したことありますか？きっとないでしょう。あるかもしれない。でも4414人の中で誰か一人はあるかもしれない。僕ありますけどね。あるのか。あるなそう、あるなそう、あるそう、あるよって。みんなは大変な生活をしてたんですかね。ダメですよ。修羅場なんてものは起きてもダメです。みんな一途に生きなさい。ひなちゃん怒らなさそう。ひなちゃんめっちゃ怒るタイプだから。そんな人は嫌だからな。全然関係ないけど昨日誕生日だった。おめでとう、ハッピーバースデー。今年もひなちゃん大好きでいてください。あ、おてたの坂道グループイコール着替えさん、パンパカパン、ありがとう。スーさんくんありがとう。カマン、ひなちゃんにぞっこんだよ。エレピーよ。そんな人出あふれててほしいな。怒られてみたい。プンプンになっちゃう。お話会見ててさらに好きになった。嬉しい。今日お話会やったけどすごいなんか久しぶりにこうみんなの顔を見ながらこう対一で話してとても楽しかったでございます。あ、まただわ。たくさんありがとうね、みんな。ぴょえザキーさん、おいひめたわ、ありがとうわです。かわいい。よかった、修羅場関係がなくなりましたね。一件落着。よいしょ、うん、はい、デッキーさん、織姫タワーありがとう。かわいい、いい感じ。そう、ダブルデートかもしれないよ。昼ドラ。昼ドラですね、完全に。そう、マメロのアクスタケースにひなちゃんのアクスタ入れたら可愛かった。それ見たよ、インスタのストーリーに上げてくれてたやつだったら見たよ。嬉しい。そう、ありがたい。チキメロ、そう、今日久しぶりに話してなんかやっぱりみんなとお話しするのすごい楽しいなって思いました。最近の平ドラあんまりドロドロないけどなって。そうなんですね。平和ですから今。カルさん、クマありがとう。クマなちゃんも話したいな。昨日もみんなと話したい。握手会行ってみたい、来てほしい。いつも思ってる。勝俊さん、くまありがとう。くま、島田さんどうだった？島田さんはすごい優しい方でした。そう、
なんかふわふわしてる感じで、すごいなんか初対面だったんですけど、あんまり緊張しない感じでできたので、すごいそういう人なんですよねきっと。いるよねそういう、なんか初対面でもこう話せやすい人って。ね、お綺麗な、ね、お綺麗な方でしたね。島田さん声優さんなんだね。ね、そうなん、びっくり、すごい声優さんね、なんかこう難しそう、なんかお仕事だけど、こう声だけで何かをするっていうのはすごい難しそうだから。初見です。今日のんお話し会の模様配信で見たけど、なんかすごかったありがとう見てくれて。なんかすごかった、確かにあんな風にね、こう皆さんにショールームで見られながら握手会するのと同じみたいなことがなかなかないのですごいよね。そう、やられてると緊張する、緊張するあとなんかなんだろう、こうこうなってるか、こうやって話してるからなんか話すタイミングが一緒になっちゃいそう、一緒になっちゃうこともいっぱいあったんだけど、一緒に何回かなっちゃいそうで、なんかこう「ん?」っていつ話せばいいのか分かんなくなっちゃうっていうのがよくあったなんかなんか面と向かって会ってたら、なんか今この人は今話す内容が多分ないから、ひなが から話した方がいいなみたいなのを、なんか雰囲気を取れるんですよ普通に会ってたら。でもなんか画面越しだとその雰囲気を味わえられなくて、なんかラグとかあるからかな、なんか味わえないから、すごいなんか同じ同時に喋っちゃうからそう難しいなと思ってわかる、あ、わかる、わかってくれる、そうちゃんと会ってたら、あ、今話し内容ないからひなから話そうっていうのは分かるんですけど、なんかラグで今かなと思ったらもうその時が過ぎてて話しかけてたみたいな、ちょうどかぶっちゃうみたいな、分かるかな、伝わるかなこの感じっていうのが伝わりますね。あーごめんみたいなあ、お手頭の坂道グループ行こう、着替えさん、クマありがとう、クマそうわかるよって、よかった、みんなに伝わってそう、初めての声そんな感じ確かに初めての握手会とかひなももうなんかもう本当にいつ話せばいいんだろうみたいな感じだったから、それかも、初めての体験をもう一回できた気持ちかも。エマちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。なちゃん男性のファンが多い、確かに今日一人も女性ファンの方とお話ししてないから確かにそうかもしれない。いやでも女の子はやっぱりお電話とか恥ずかしかったのかもしれないそう、普段の握手会とかだったら全然女の子のファンの方よくお見かけすることだけどね、今回は本当にいなかったですね、そうライブとかもね、ライブとかもいてくれるんですけど、笠井さんくまありがとう、くまうん、開封の儀、あ、開封の儀もう終わっちゃったんですよ、パパがパパピマがね買ってたグッズがいっぱい届いたお話をしましたうーん
女の子だとメイクの話とか、女の子の握手会は確かになんか今日使ってるリップ何みたいな答えられて、リップは持ってきてるんですよ私。リップと香水と鏡はいつもあの握手会のこう机の下に置いてるんですよいつでも直せるように。そうだからこのリップだよって見せてる一回下にしゃがんでこれだよって。そうとかなんだろう、なんだろう、なんかでも服の話とかもするかも。そう今日どこがこの服っぽいみたいなのをひなが言って、えそうなのみたいな、ひなまそこ好きみたいな話をよくする。そうマジで本当に女子トークしてうん、人生相談も全然話していいよ。そうひなちゃんおしゃれ本当にありがたいうん、男性は大体釣られますそうですね、男性の方とは。でも男性の方もすごい、今日の髪の毛ポニーテールなの可愛いとか、今日の服可愛いとか、夏っぽいとか、なんかそういう風に言ってくれるから、うん、めっちゃ褒めてくれるからみんな嬉しいようん、そう私も握手会釣りに行くなって女の子でもね釣ってくださいっていう方もよくいます。でもそうみんな可愛いのに、みんなひなよりも可愛いのに釣ってくださいなんてっていつも思うけどね。女子はどうやって釣るの？女の子はもう本当に可愛くて大好きとかひなよりも年上の方だったらお姉ちゃんのことが好きだそうって言ったりしてるそう名前覚えたら何々ちゃんのことが好きだそうって言えるけど、うんうん、本当にみんな可愛いんですよ、お世辞じゃなくて、うん、雨降ってる今、めっちゃ雨の音してるんだけど、お強いのか？緊張で顔見て話せない、嘘だ。そう。なんか結構ボーイッシュなファンの方もいて、女の子でもね。そう。もうそういう方はもう本当に惚れるって言ってる本当にね、女の子でももうボーイッシュな方もすごい好きになっちゃいます私。あ、エスミさんめっちゃ可愛い、ありがとう。いるね、いるよね、うん、めっちゃ雨の音しだす、聞こえるかな、ザーザー言うてるんやけどうん、雨すごいねって、めっちゃ聞こえる、あ、やっぱり雨が降り出してる、シャバッザーザー言うてますよ。カツトリさんくんありがとう、くまん梅雨やからしょうがない、うん、雨、そのひなちゃんは雨女じゃないよね。そう、ひな晴れ女なんですけど、そうなんか大抵なんだろう、お外にひなが用事があって出かけるときは雨予報でも大抵晴れてくれるんですけどそう
この間もレッスン場に向かうときに雨がちょっとパツパツ降ってて、それ忘れてて、完全に雨だって今日やばいと思って、まあでもほんとポツポツって感じだったから、あーやめそうだなこれと思って行ったんですよ。そしたら3分ぐらいしたらやんだんですよ。すごくない？そうだから帰りも雨予報だったんですけど止んでたんですよ。あーそう、帰りのこと考えてなくて、あそういえば帰りやばいと思うんだけど止んでました。傘いらんかった。よかったって。おーちゃんくんありがとう。くまん、ゆさまんこさんめっちゃ可愛い、ありがとう。天気の子、そう、アマンひなちゃんです私。今から晴れるよ、パーンパーンってはならないんですけど、曇りぐらいには収まります。つーさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、でも今は外出てないし、雨が降っててもしょうがないって感じだね。勝利さんめっちゃ可愛い、ありがとう。皆さん見てるだけで心は快晴、あら嬉しいわ。心だけでも晴れててください皆さん。あつ森、そうあつ森今日やったんですよ。あの海が始まったで、始まったじゃないですか、やりたくって。でも昨日とかは覚えないといけないことがあったからやめて、海開きの時もなんか覚えないといけないことやってたからできなくて、今日はそのみんなとのお話し会が終わった後暇だったんでやったんですよ。やっとすっごいね楽しいね、海潜るの、潜るの楽しい。うん、生誕祭の日仕事だったんだけど、え、それは泣いてる。ビエーン。明日からテスト勉強、頑張るために早起きするからしっかり起きるような一言ください。うわー、テスト週間なのかな、早起き頑張れ。本当に早起き大変だよね、本当に頑張ろう。あちまり、明日月曜日、そうだね、早いね、時の流れが早いから最近だから本当にめっちゃうう言うてる。最近本当時の流れが早すぎて、いつの間にか一日終わっちゃってるから、したいことは頑張って終わらせようっていつも思ってる。うん、なんでこんなに早いんだろう最近。自粛期間中は本当にゆっくり進んでたのに。スイッチ欲しい、スイッチね、まだ手に入らないのか、辛いねそれは。新しい推薦コメントが届きましたって、ショールームから来た。誰だ推薦コメント書いたの、嬉しい。寿司さんパンパカパーン、ありがとう。充実してるかな、うん充実してるよ。その通知来るんだ、来る来る、新しい推薦コメントが届きました、ショールームから来るよ。
クララさん、クマありがとう。クマ、うん、そうやること多くて、そうやること多くてね、最近そうすっごい体がバキバキになったっていう話をよくしてるんですよ、ひなは。だからいつも言ってるとことは違う整体を昨日予約、明日か、明日予約してみた。初めて行く場所にちょっと予約してみた。どうしよう、めっちゃ軽くなったら。俺も明日整体行く、一緒やないか、一緒やないかーい。そう、感想楽しみにして、楽しみにしてて明日。そう、本当にやばいな最近。いるの、なんかずっといるの、ここに絶対ついてる、なんか見える人いたら絶対ここついてるよって言われても、ひなは不思議に思わないくらい痛いの、ずっと。絶対いるよ、本当に。見える人とかいないのかな、私あるので。いたら教えてほしい、いるから本当に。見える見えるって。クマならね、クマはいるんですけど、ずっとひなちゃんのこと見てるんですけど、クマなんか乗ってるよって、そう言われても、え、普通に信じるぐらい痛い。しかも右の方が痛いんですよ、絶対右にいるんだよ。ってずっと思ってる最近。17型、そう17型です。なんていうんだっけ、四十肩か、もう実質四十肩です、私。うん、肩叩き券あげるね、やった、肩叩き券嬉しい。握手券に聞きたいファンの、確かに生き量がいるのかも、右にばっかり。うん、実質、うん、ほんと実質。ほんとほんと、誰か味わってほしい。クッションの光沢感好きです、ありがとうございます。なんか真珠が揺れてるよ。すごいピーポピーボーイというね、さっきからね、なんかあったのかもしれない、急に雨が降ってるからちょっと見えなかったのかも、前が。右肩に100人見えます。100人は重すぎるよ、もう外れてるそれは。ん、1歳の小島優子さんがひなちゃんが可愛いって言ってた。本当にそれ、愛子じちゃん。嘘だ。クッションは貝なのか、そう、これは真珠。あ、あつ森だ、真珠。パパン、真珠だ。パパン、ででん、かいね、パパン。うちでもいいか。リトチャの練習見たりしたの、リトチャの練習見てないんですよね、私。だからリハは見ようと思ってる。そう、忙しくて見れてない、ごめんね、リトチャのみんな。今日自分の集まり流線くん流れてます、いいな、風子来てるじゃん。ひな全然最近風子に会えなくて、最近っていうか結構前から会えなくて、イライラして、星の過去が欲しいのに風子が来なくてイライラして、しばらくやめてた、2週間ぐらい開けてやった。なんだよ、来ねえ、ぽーいってしてた。うんうん、そう、
なっちゃんの洋服は素敵なものばかりですが、どこで買ってるんですか。なっちゃんの洋服は可愛いと思ったものを通販で買ったりすることが結構最近も多いです。浜田さん、くまありがとう。くま、かむきさんもくまありがとう。くま、でも好きなブランドとかはちゃんと、好きなブランドじゃない、好きなブランドで広島にあるというやつはちゃんと試着をして決めています。そう、通販で買うと大体失敗するそれはつらい。でもひなもなんか韓国とかのやつって安いじゃないですか。それで韓国のやつとかでちょっといっぱい買ってた時があったんですけど、すごい可愛くて安いっていいなと思っていっぱい買ってた時があったんですけど、やっぱりなんか生地がめっちゃ薄かったりするから、やっぱり日本製のものにしようと思ってちゃんと日本のものを選んでたら失敗することはなくなった。あ、48分、あ、本当だ、いつもの時間になったので、私はスペシャルギフトを読みますそうそう、うん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 、読むよ読むよ、みんないいですか。おめでとうもさん、愛さん、ありがとう。ルイショーさん、バラありがとう。ポンタさん、お疲れありがとう。ミクシーちゃん、バラと花束ありがとう。レンさん、花束ありがとう。ツーさん、アイスありがとう。ポケモン好きの特命さん、バラありがとう。瀬戸京太郎さん、朝顔ありがとう。スケさん、アイスありがとう。ポユーさん、ニャーありがとう。ポンタさん、かわいいありがとう。ツーさん、ドラマありがとう。ヤタクさん、花束ありがとう。マグルさん、お疲れありがとう。安典さん、アイスありがとう。ケンチさん、アイスありがとう。ツーさん、アイスありがとう。わたぼ、ん、わたぼぶ、わた、うん、わたぼぶさん、かわいいありがとう。パンタさん、かわいいありがとう。エイジホテトさん、佐川ありがとう。ユージさん、アイスありがとう。ママちゃん、ハートありがとう。だるまも、いいねもありがとう。トンピュアさん、ハートありがとう。マールさん、ニャーありがとう。ホフマンさん、ハートありがとう。セイヤさん、うま、ありがとう。パムさん、かわいいありがとう。セイヤさん、朝顔ありがとう。ツーさん、なんだ、あー、なにかな、七夕あい、七夕ありがとう。ゆうくん、タコありがとう。ひろたくさん、ハートありがとう。ゆさのこさん、アイスありがとう。さむきさん、バラありがとう。ピッピさん、ハートありがとう。のいしおさん、ハートありがとう。きょうへいさん、ハートありがとう。ゆうくん、だるまありがとう。まおるさん、ハートありがとう。さむきさん、バラーと花束ありがとう。けんちさん、かわいいありがとう。つーさん、あ、これは違うね、なんかささささありがとう。モールさん、アイスありがとう。プーチン、うん、プーチンさん、ハートありがとう。秋人さん、ドラムありがとう。おばちゃん、かわいいありがとう。勝利さん、花束ありがとう。せいやさん、ありがとう、ありがとう。ズーさん、ささありがとう。さなこさん、タコありがとう。せいやさん、七夕ありがとう。ソウルメイトさん、いいねありがとう。わがなわ谷高さん、かわいいありがとう。ゆじさん、ハートありがとう。あきひとさん、たるまありがとう。せいやさん、さがありがとう。つーさん、かわいいありがとう。あきひとさん、バラとだるまありがとう。ビリーさんでいいの、ビリーさん、あさがありがとう。あきひとさん、こんばんありがとう。やがみゆきさん、たこありがとう。サミキさん、花束ありがとう。わがなわたにたかさん、いいねありがとう。はい、はいさん、かわいいありがとう。今きっと飲めようよ。岩高先生さん、愛さん、ありがとう。ん、かわいいもありがとう。メイルくん、朝顔ありがとう。おばちゃん、かわいいありがとう。スマイルさん、パンありがとう。あ、
ートずっとあるもも、ありがとう。まずあなたはありがとう。あざまらさんかわいい、ありがとう。シガーロタさん、クマありがとう。クマ、ハマテさんあなたはありがとう。おしまいかな。うん、アルベンさんかわいい、ありがとう。おしまいかな。大丈夫かな。オッケー、はい、ありがとうございました。うん、ラン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 、ランキングも読むよ。ランランしてる。ラン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 、ラン。はい、いまーす。13位、あきひとさん、おめでとうございます。あきひとさんのことが好きだぞ、おめでとう。12位、やすのゆさん、あとはお話し会楽しかった、おめでとう。お話し会も父の夢頑張ってくれてありがとうと、あとたくさんこう一緒にお話ししてくれてありがとう。ジンジンホテッドの坂道グループイコール木貝さん、頭く七夕に願うのはピオとの再会、嬉しい。昨日も再会を願っております。早くみんな耐えますようにっていうのをね、今年の七夕は願おうと思いますね。そんな、はい、10位、いさなこさん、頭くひなしか、わっひなしか、嬉しい。いさなこちゃんしかちゃんさんなんかちゃんが出てきちゃった。9位、せやさん、頭くひなたー、ひなたー、今日もひなた活動ありがとうございます。8位、山ちゃん、頭くざきさん、あやくなちゃんとお話しして癒されたいそうね。えひなも早くみんなとお話ししたい、ずっと待ってるみんなとお話しできる機会を、今度またお話ししましょう。7位、モールさん、頭くこれからもずっとひなちゃんのことが大好きだよ、ありがとう。永遠の愛を誓ってください。ウェディングか。6位、つーさん、頭く男女久しぶり、早く会いたいそうって、あら男女久しぶり、おめでとう。どこにいる、あいた、ここー、おめでとう。5位、くつさしさん、お話し会楽しかったよ、告白タイムは照れたよね。あのなんかじゃあひなに何か一つ言い残したことありませんかっていうのも、大体告白タイムと同じですからね。好き。4位、ザキーさん、ん、あの日あの時あの瞬間からずっと好き、かっこひなリプ、お、ハッシュタグひなリプを見たらいいってこと。ちゃんとそれってなんかこう好きになったきっかけとかみんなすごい覚えててくれて嬉しい。3位、ゆうくん、ゆうくんのことが好きだぞー、シャンにゃ、あのこれかな。この飛行士ありがとね。うん、うんうん、いいおばちゃん、あとはきなちゃんとのお話か、永遠に何続けたい、私服って、嬉しい。すごいなんか最後の方もああみたいな感じで言ってくれてたから、すごいなんかすごいひなと話すのすごい楽しみにしてたんだなっていうのがめっちゃ伝わった、ありがとう。そして1位はドルルルルパン、ハンジさんです、おめでとうございます。アトマーク、今日は楽しかったです、ありがとう。そう、ハジさんと初めてお話できてすごい嬉しかったです、ひなの初対面。まあ、SNS 上で話してるからね、そんな初対面って感じはしないかもだけど、ありがとうございました。今日ははい、ということでパチパチ、今日はね本当に
リモートでお話し会をこうお電話会もできてすごい楽しかったです。皆さんもね、早く抽選じゃなくてこういっぱいたくさんの人とお話しできる機会がね、早くできたらいいなとすっごい思うのでね、はい、そんな時が来たらまた皆さん会いましょう。今日もスペシャリストとコメントたくさんありがとうございました。読めなかった皆さんごめんなさい。でもちゃんとね見てますからね。そう、もしまだ読めなかった人でフォローしていないっていう人がいましたら、ここのハートボタンをピッて押してフォローして、次の配信の予約を取ってまた見に来てくださーい。あと Twitter と Instagram もやっているので、どっちもフォローよろしくお願いします。ではおやすみなさーん。バイバイ。で、これ長男、長、長が3羽いるの。あ、ちょっと今日は横毛が多いからよく見えないんだけど、こうなくしたらねよく見えるね。はい、バイ。また夢で会おうね。ね、夢で会いましょう。ネックレス、ネックレスはなんかちっちゃいやつです。今日ちっちゃいのがついてるやつ。バイバーイ。大好き、嬉しい。なんか普通の、本当に普通、ちっちゃいのがポンポンってついてるやつ。ちょちょんって感じ。またね、またね、みんなおやすみなさい。ちょう、ちょう。バイバイ。フォローしてね。どっちもだよ。ツイッターもインスタも毎日何かしら更新ツイートしてるので、バイバイ。会う日まで。おやすみ。バイバーイ。バイ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 。おやすみ。バイバイ。なかなか切れない。